作前の部活ということで、今回はちょっとトラブルで急いでちょっと選定をしないといけないので、それをせっかくなんで、まあ、急いでるんですけど撮りたいと思います。サックスミキです。前回ですね、動画で出したこのジョディジャズの大当たりとウッドストーンがありますが、それにですね、このブルーズアイのリガチャ、この、ウッドストーンとブルーズアイのね、比較をしたいと思います。比べしていい方を、まあ、生徒さんに買ってもらうという流れです。早速ですが行きたいと思いますけど、ジョディジャズの HR の 5M マウスピースがね、ジョディジャズの HR の 5M にウッドストーンリガチャの GP をね付けます。これは前回の、ね、動画でも出しましたね。じゃあちょっと吹いてみたいと思います。リードがですね、セレクトジャズの2ハードの一応ね、ちゃんと吹けるやつなんですけど、マウスピースが 5M なんでちょっと狭めなんですけどね、狭めな関係でちょっと僕に柔らかく感じますが、まあ、条件を変えなければね、選定はできるかなと思います。じゃあこちらですね、ブルーズアイの GP ですね。でバランサー、重りも標準のやつがついてます。さっきのですね、ウッドストーンとのセッティングももちろん、まあ、基本的には全然いいと思うんですけど、僕はですね、僕のブルーズアイもねちょっと好きなので、それが選べる環境の時にはリクエストしてブルーズアイもねこう当ててやってるって感じですかね。はい、こんな感じでねつけました。まあこっちですね。音の伸びがやっぱなんかいいですね。まあ僕はやっぱブルーズアイの方が好きかな。音が伸びる。バランサーとかの、ね、影響もあるんだと思うんですけど、まあ、作りもねあると思いますね。ちょっと一応チューニングします。伸びやかですね。もちろんそのウッドストーンが勝つ時もあるんですよ。これはもうその時の個体によるんですけどね。今回は2対1でね、ウッドストーン1、ブルーズアイ1っていうね設定で選定しましたが、そうじゃない時もあります。もっと数が多い場合もあるんですけど、今回はちょっとたまたま、ね、そういう感じになりました。ということで今回はですね、こちらのブルーズアイの GP とジョディジャズの HR の 5M の組み合わせが、まあ、ベストかなということで、これを生徒さんに進めます。ということでまたちょっとね、今日は急ぎでしたけど、こんな感じでまた出していきたいと思います。楽しみにしておいてください。サックス。